上陸後に点検を受ける M4 シャーマン戦車ハスキー作戦は第二次世界大戦中の1943年7月10日より行われた連合軍によるイタリアのシチリア島への上陸作戦。イタリア本土上陸への全段階として観光された。統治作戦も参照1943年5月13日にチュニジアのドイツ軍が降伏すると 地中海南岸のアフリカ大陸は連合軍が支配するところとなった。東部戦線で戦うソビート連邦を支援し、欧州を解放するためにも、連合軍は早期の欧州への上陸作戦を行う必要があった。様々な検討の結果、チュニジアマルタからの航空支援も受けられるシチリア島へ上陸することが決定した。作戦を行うにあたっては、 北アフリカでの戦闘結果より、連土に不安があるアメリカ軍を助行とし、イギリス軍を主力とするとした。一方、防衛側となるイタリア王国は、国内に広がり始めた沿線環状に苦慮しながらも、本土決戦に向け準備を開始、ドイツ軍から供与された防護戦車等を装備したレオネッサ戦車次第が、ローマで新設されるなど、戦力面での強化が図られた。また、 北アフリカ出刊後も現地に残っていたイタリア陸軍の残存部隊による連合軍基地への破壊活動も行われている。また、イギリスのギマン作戦、ミンスミート作戦の成功により連合軍上陸をギリシャ方面と考えたドイツが戦力分散していたことも戦局に大きな影響を与えた。5月下旬、連合軍は上陸前の地ならしとしてシチリア島とチュニジアの 中間に位置するパンテレリア島への爆撃と艦砲射撃を行い、2週間で1万5000トンの爆弾が同等に降り注いだ。6月11日、パンテレリア島守備隊が降伏、チュニジアシチリア艦の航路の安全が確保される。7月10日、連合軍の140機のグライダーと空挺部隊3000名の降下を口火として、ハスキー作戦が発動。 バーナード・モントゴメリー大正式のイギリス第8軍は、戦艦6隻を中心とする連合軍艦隊の支援を受けながら、島の東南側海岸に上陸して、北上、シラクーザから東北端のメッシーナを目指した。またジョージ・パットン中将のアメリカ第7軍は、南西側海岸ジェーラに上陸後、モントゴメリーの側面を援護しつつ、パレルモを目指して北上する。上陸当初、 数軸軍は、連合軍に対して前線、ドイツ軍のヘルマンゲーリング装甲師団は、ゼーラ海岸に上陸したアメリカ軍不評部隊を、包囲し、数百名を捕虜にしている。また、イタリア軍のリボルの不評次第も、47mm 対戦車砲など、わずかな対戦車戦力と肉薄攻撃で勇敢に、戦った。だが、上陸部隊の野砲と支援艦隊の艦砲射撃は、 数軸軍部隊に甚大な被害を与え、特に前日のリボルノフ表示団は戦力の半数近くを失い壊滅してしまう。なおこの戦いにおいて独軍戦車部隊と連合軍水上艦艇が砲撃戦を展開するという珍しい戦闘が起きたと言われている。ファシスト政権に反感を持つシチリアマフィアがアメリカ軍と内容し同軍を支援したことも影響して、 イタリア軍が担当していた、島西側の戦線は崩壊する。アオスタ不評師団が、アメリカ第一不評師団に、多大な損害を与えて一種報いるも数勢は変わらず、24日に、連合軍は、シチリア西部を制圧し、イタリア軍主力が降伏、大勢が決する。その後、ドイツ軍のハンス・バレンティーン、フーベ上級大将は、イタリア軍残余と共に交代戦術を取った。 メッシーナ近くに防御陣地を準備し、連合軍の北上を一時的に抑えたが、連合軍がシチリアと本土を結ぶメッシーナ海峡を占領しようとしたことから、ケッセルリンク元水はシチリア放棄を決定した。8月11日、シチリアのス軸軍残存部隊がイタリア本土へ脱出し、シチリアをめぐる戦いは連合軍の勝利に終わった。一方で、ス軸軍は、 連合軍が正海権や、制空権を握っていたにもかかわらず、10万人以上の兵員と1万台以上の車両を交代させることに成功させ、この戦果がその後のイタリア本土決戦にも少なからず影響を与えたと言われる。ありがとうございます。